ちは、尾上雄和郎です。今日はいつもの場所に、キャンプに来ました。で、気温がなんと今マイナス1度です。めっちゃテンション上がりますね。もうちょっと冷え込んでくれると嬉しいんですけどね。それではこれから我が家を設営していきたいと思います。設営完了しました。超快適空間が出来上がりました。完全個室ですね。窓付き。これ超快適ですね。今外はマイナス1度ですけど、どのぐらいテントの中が温まるか見てみましょう。いやー、あったかいっすね。外の気温 0.4 度、テントの中12度、ポカポカしてます。それでは朝はちょっと 5% から飲んでいきましょうかね。皆様乾杯。ああ、うめえ。おお、たまらんばい。いやー、いいっすね。このアルコールの感じが、やっぱりこれこそキャンプって感じですね。この覗き窓。覗かれ窓。外の様子がよく見えます。我が家に帰ってきました。あ、いい運動になった。これから夕食の準備をしていきたいと思います。
今日の夕食はおでんですね。おでん、こちらのおでんがごっそりあります。2つこちらに丸天、丸天ねえ、ごぼう天あ、ごぼう天こんにゃくと卵めちゃくちゃな量がありますおでん2時間煮込みました。それでは行きます。こんにちは。おー、すごい量それではおでんをゆうかずろうシェラカップで食べていきたいと思います。どのぐらい味が染みてるかな。いただきます。うん、あ、うん、うまい。こんばんは。ちょっと寝てました。いや、今夜もちょっとテント談義をしたいと思います。今回はですね、あの新作テントについてちょっとお話したいなと思ってですね、2021年の新作テントちょこちょこですね出てはいるんですけど、まあ、まずコールマンは自分がちょっと動画で上げてます。よかったら見てみてください。でロゴスもですね、2021年、まあ、先行発売ということで、3針ぐらい確かテント出してましたね。トラットソーラーとかですね、遮光性のあるテントですね。でもう内側が真っ黒みたいなですね、そういうテントを出してました。で、あとは DOD も、まあ、2021年から出すっていうよりもちょこちょこ小出しする感じですもんね。タケノコテント2とかですね、うん、で、噂では少年テントの TC バージョンが出るとかですね、キャンパーズコレクションがコットンのワンポールテントを出したんですね。そういう話を聞きました。いやー、でも39,800円、ね、うん、キャンパーズコレクション結構ですね、お値打ち価格でコスパのいい、テントを出してたんですけど、小川の方はまだしっかりしたあの2021年の出てないですね。ちょっと楽しみですけどね。アポロの TC バージョンくらいかな。あとは全然情報が入ってこないですね。スノーピークの方が、グランベルクっていうですね、ちょっとかなりちょっとでかい、テントを、出してきてます。 M サイズと L サイズと2種類ね、
天幕の方もなんか結構小出しちょこちょこ小出ししてて、うん、あのミグラテールっていうですね、ちょっとおしゃれなテントとガレージテントっていうですねテント、あとは、ブラックサミット GG8 っていうですねテントを出してました。2021年のテント発表してない、まあちょっと小川に来たいかなと思いますね。そうですね、毎年ちょっとこう変わったテントじゃないけどおっと思うようなテントを出すんですね、小川ですね。楽しみにしてるんですけどね。でここからですね、また新しい話題に入ってくるんですけど、なんとですね、あのタンスのゲンさんから、お話があって、アンバサダーになっていただけませんかってお話があったんですね。まあ、一緒に商品開発などしていきませんかってお話がなんとありました。いや嬉しいです。本当にユージャクさんに次いで、タツノゲンさんからもお話があって本当に嬉しいですね。いやなんかこう夢のようです。夢見てるようですね本当に。なんか 急展開ですからね、ユージャックさんから始まって、タンスのゲンさん、タンスのゲンさん の, あのコットテントを紹介して、そこでお礼のメッセージをもらったきっかけでそういう話になったんですね。いやー嬉しいなー。あの来年のゆうかずろテントバカ応援よろしくお願いします。やっぱりいいことばっかりじゃないと思うからですね、悪いこともあるだろうし、いろんな困難も待ち受けてるでしょうけど、頑張りたいと思います。初心の気持ちで、決してあの天狗にならず、うん、それでは皆様、おやすみなさい。もうなんかお酒も全部なくなっちゃってですね、お茶だけ飲んでます。それでは皆様、テントの夢見てください。おやすみなさい。2日目のおでん、こんにちは。いい感じ。よいしょ。ああ、うまそうですね。いただきます。ああ。うまい。めっちゃ味が染みとる。
うん、ほんと来ましたわ。ごちそうさまでした。よかった。いつものお絵描きタイムに入りたいと思います。サブマリンテントで特盛りおでんソロキャンプ、最高に楽しかったですね。本日の我が家の紹介をしたいと思います。まあ装備はいつもと変わらないですね。で今回ですね、すごくいいなと思ったのがこのマットなんですよね。こう車中泊マットで、その下に、サーマレスト Z ライトを敷いたらですね、すごい地面からの冷気を遮断して、ほんとめちゃくちゃ暖かかったですね。これだけでぐっすり眠れました。体中が温まって、撤収完了しました。結構ですね、結露が出てたんで帰ってしっかり乾かします。いやー、昨日のおでんはちょっと美味しかったけど量が多すぎたいやー楽しかったですね。やっぱおでんは最高っすね。石油コンロをやっぱ使うんで、その分まあガスが節約できてよかったです。でサブマリンテントもすごいですね。もうプライベートルーム個室ちょうどいい大きさですね、自分にとっては。いやー楽しかった。ソロキャンプ最高いやテントのご質問なんかお待ちしています。このテントアドバイザーが市民になってご相談に乗ります。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今後の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。寒くなりましたけど皆様風邪ひかないように気をつけてください。それではキャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。